ネルーアのフォルムは古代ローマ時代のローマに作られたフォルム。皇帝たちのフォルム内で最も小規模のフォルムである。皇帝たちのフォルム内での14世紀頃の皇帝たちのフォルムネルーアのフォルムは85年にローマ帝国第11代皇帝ドミティアヌスが建設を始め、後継者である第12代皇帝ネルーアの時代の97年に完成した。 アウグストゥスのフォルムとウェスパシアヌスのフォルムのちょうど間にあるため、またこのフォルムの敷地内を横断して、フォルムロマヌムと北側の居住地域、スブラ地区を結ぶアルギーレトム通り通りが通っていたため、その通路を意味するフォルムとランシュトリウムとも呼ばれていた。ビアア・アグイリートムはこのフォルムが建てられる前より、書店や靴職人の露店が出る市場であったため、ネルアのフォルムは露店市場として、 またフォルムロマヌムの事実上の入り口門として、機能していた。フォルムの建物は長細く、長辺の両端に並んでいた列中は単なる飾りで、アーケードとはなっていなかった。北東端には、ミネルーア神殿が建てられていた。ローマ帝国崩壊後は荒地に帰り、旧世紀には廃墟の建材を再利用した住宅が立ち並んでいた。ミネルーア神殿だけは過労時で残存していたが、 1606年に、ローマ教皇パウルス・五世が、パオラ水道の噴水と、サンタマリア・マッチョーレ大聖堂のボルゲーゼレ拝堂道を築造するために、神殿を取り壊して、建材を再利用した。ありがとうございます。